はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の指数関数対数関数の最大値最小値丸1をお送りします。で、前回までね、対数関数やってきましたが、ちょっと指数関数戻ってきます。で、ここ両方含めて最大値最小値の問題を動画で2本撮っていきます。で、今回は問題が2問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、両方解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、前回でね、次回もそうなんだけど、1番が指数関数の問題。で、2番が対数関数みたいな流れでやっていくので、まず指数関数の方からいきます。で、y イコール2の 2x 乗マイナス 4×2 の x 乗プラス1、こいつの最小値を求めに行くと。で、基本的に指数関数はもう置き換えです。もちろん対数の方もね、置き換え使うときあるんですけど、で、今回は、まあ、ここが2の 2x 乗で、ここ2の x 乗なので、2の x 乗を、まあ、文字何でもいいです。今回 t 使いますけど、こう t と置いてください。で、置き換えたら範囲が発生します。今回は指数なんで、絶対に正なんだよね。だから、t は絶対0より大きくなります。これが指数だからね。っていう範囲でやっていくぞと。で、あとは置き換えたから、元々の式が y イコール、で、ここね、2の 2x 乗、結論から言えば t の2乗になります。で、なぜかっていうと、これ前もね、やったけど、2の 2x 乗、書き換えると、2の x 乗の2乗です。これ、こうかけることができるので、これ戻るからね、これに。ってことは、2の x 乗、ここが t だから、t の2乗と変えることができると。まあ、よく使う技だね、これね。で、次がここも普通に t って置き換えるだけだから、マイナス 4t。で、プラス1です。で、もう2次関数だから、これ。あとは平方完成して、ここ暗算でいくよ。の2乗で4と4を引くからマイナス3か。で、基本的に頂点のとこ使えるんだけど、まあ、一応ね、2次関数で範囲ももともと発生してるから、グラフを書いてみましょう。で、今これは y と t です。だからこっち y 軸で、こっち t ね、軸としては。で、2のマイナス3なので、まあ、この辺かね、2でマイナス3と。で、一応 y 切片1だから、ちょっと急になるな、これ。まあ、こんな感じかな、イメージからすると。で、 t が0より大きいので、まあ、t が0のところ、まあ、白丸だけどね、大きい部分、つまりこっち側だけ使います。で、今最小値だけ出したいんで、最小値やっぱここだよね、まあ、頂点のところで OK だぞと。つまり答えの書き方なんですけど、これ本当はね、t イコールいくつって書かなくてもいいって言われます。ちょっと俺癖で書きたいんで書きますけど。で、今、t が2の時に最小値マイナス3なので、ね。でも、t イコール2の時最小値マイナス3だと多分おそらく×か限定になります。で、なぜかっていうと、t イコール2、つまり、x イコール、ほにゃららの時っていうのが必要なの。x がいくつの時に最小値いくつなのっていうのが答え方だから。で、最小値はマイナス3で OK です。ここだからね。で、あとはこの部分なんだけど、ここは t が2なんです。ってことはここが2なの。だから2の x 乗イコール2、これを満たすのがここになります。で、これは x1 だよね。1乗すれば2になるからさ。だから x イコール1の時に最小値マイナス3で、おそらく書くのはここだけで大丈夫です。俺大体イメージでこれ途中式書かされるイメージがあるから、俺全部ここまで書いちゃうけど、普通に。多分必要なのはここって言われる。もしね、学校の先生に指示があったらそっちに合わせてください。まあ、こんな感じ。で、次が対数関数ですね。で、y イコールログ3の 2x マイナス x2 乗。こっち最大値を求めたいと。で、こっちは、対数関数ログ使ってるので、基本的に最初、進数条件からいきます。忘れないように。ね、前もやりましたけど、ちょっとちゃんと書こうか。ちょっと待ってね、画数が多い。進数条件より、進数、ここね、
2x-x2 乗、これ絶対正になります。これは決まってるからね。つまり 2x-x2 乗が正です。で、これを解きます。これが範囲になるから。で、まずマイナス処理をして全部にね、負をかけて、そうするとマイナス処理したから向きが変わると。で、x くくり出して、まあ、因数分解でこうなると。つまり x の範囲は0から2ですよって。入ったね。 OKOKOK。 ちょっとね、待ってね、焦点直そうか。最初にね、焦点が多分合ってないの。ちょっとごめんね、待ってね。よいしょ。これで多分ね、多少見やすくなるといいな。よっしゃ、続きいきましょうか。で、まあ指数条件終わったので、あとは普通にやっていくと。で、こういうタイプの問題はまずログ無視します。で、なぜかっていうと、結局この部分で、これは定が1より大きいからってもあるんだけど、定が1より大きいってことはこうなるんだよね。グラフが、ごめんなさい、もっと下だ。こうなっていく、どんどん上がっていくと。だから最大値っていうのは、ここの値が最大になった時に全体も最大になるんです。必ず上がっていくから。つまりここの最大値を求めたいので、この部分だけ出して解きに行きます。で、もう置き換えはね、置き換えじゃねえや、何使うか自由だと思うんですけど、まあ y 使ってるので、ここちょっと fx とか使いましょうか。ここだけ出すの 2x。 ちょっと向き変えようか。こうでいいね。まあ、こう置きますと。で、こいつの最大値求めますよっていう感じで、もうあと平方完成するだけなので、 fx イコールマイナス出して、マイナス1の2乗で、プラス1か。で、こいつで、もともと0から2って範囲も決まってるので、ここの最大値を求めます。で、まあ、書かなくても頂点だろって感じするんですけど、一応書かせて。よいしょ。1の1で、上に凸やからこんな感じでいいかと。1の1だから、ここがで、原点通ってからのこんな感じか。で、おそらく2を入れた時も0だよね。だから使えるのは、まあ、白番なんだけど、0と2、ここですね、この間で。最大値はもちろん頂点の部分になると。だからさっきと同じで、まあ、答えの時にね、で、このままここは t とか置いてないんでいいんですけど、x が1の時、今回ね、t とかないから、あ、引っ掛けないからいけるじゃんみたいな。で、最大値1って書きたくなるんだよね。で、ここが引っ掛けになります、今回。で、結論から言うと、ここ最大値0なんです。こうなる、答え。そう、で、ここが注意ね。で、なんでこうかっていうと、今、確かにこいつはね、もともとこいつかは、x が1の時に最大値1を取ります。でも、今出したいのはこいつなんです、もともと。今やったのは、x が1の時、そのままいいの、合ってるから、1の時。最大値1、つまり、ここが1になることを出しただけなの、今。ここが。ってことは、1を戻すと、y イコール、ログ3の1なんです、今。ここだけだから。で、ログ3の1って0でしょ。だから、x が1の時に最大値0になります。っていう、ちょっとした引っ掛けが入る。この最大最小の問題っていうのはね。いいかな。あの、解き方としては結構シンプルなんですけど、やってることは。ちょいちょいこういうのが入ってくるので、まあそういうところでね、部分点とかね、部分点じゃねえや、原点とかね、食らわないようにしてもらえたらと思います。では、今回は高校数学数2の指数関数、対数関数の最大値、最小値、丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、もう一本ですね、丸にありますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。